アキラビエラへようこそ。エリクです。ケイシーです。今日はね、札幌ビアサプライズの至福の苦味っていう最近発売になったやつですね。そうね、14日に発売されてて、そうそうそう、で、たまたまこれ見つけたよね。今日は初めて見た。ファミマに行って、今までまあ、その珍しいビアは最近ちょっと増えてるね。まあ、珍しいというか、期間限定のやつとか、そうそうそう。だからやってみようと思って、意外と悪くないね。意外と悪くない。まあ、これ言ったように、ケイシが言ったように、限定醸造で、まあ、札幌さんは割とこういうスタイルのビールが、なんか、うまいよね。他の、会社によるに比べると。で、使っているホップはね、まあ、苦味は名前に入っているけど、その使っているホップはヘラクレイスっていうやつで、ドイツさんの、ね、そう、ドイツさんのホップで、とりあえず苦いなので、チップの苦味って言ったりやってて、まあこれは普通の日本のラーガーと比べたら多分ほぼ同じけど、味は違くなくて、でも、もうちょっと苦いだけ。まあ、とりあえず、ラガって感じだよね。そう、普通のラガけど、もっと苦い。そう、やっぱりそのホップの影響を感じるよね、これを飲むと。うん、それと、まあ、さっき、英語で同じビールを、レビューしたんだけど、例えばね、札幌さんのブラックレーベルに比べると、うん、やっぱりこれの方が、麦芽の味が、濃いっていうか、そうですね、ボディもなんかもっとまあ、濃いっていうか、もうちょっと濃いね、もっと美味しいと思うので、うん、まあこれ、まあ、普通のビールだけど、まあ、成功とも言えると思う。そうね、これは悪くない。悪くない。見つかったら、でも一回飲んでみて、ぜひ飲んでみてほしいと思います。うん、それでは、じゃあ、はい。今日の今日もご清聴どうもでした。乾杯です。乾杯。ありがとうございました。ありがとうございます。握る。